はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。ここは千葉県東金市の山の中です。先導しているのは怖いおじさん二人。自称、俺ガチじゃないからさ、のまやさんと、自称、自分はゆるゆるですから、のやくもさんです。もちろん実際は二人ともとんでもないイカレ野郎ですけどね。この二人が向かっているということですから、当然目的地は地下壕です。今回の地下壕はまやさんの一番のお気に入りで、内部がまるでアリノスのようになっているとのこと。アリノスと言われて僕は近くのお寺さんの裏にある緩い感じの地下壕のことを思い出しました。へえ、あんなのがまだ他にもあったんだ。とのんきに考えていましたが、実際はとんでもない代物でした。さて、5年ほど前はこの道沿いに豪行があったそうです。ところが。もう上だもん。もう上っすね。この途中にあったんだよ。下から入るしかないわ。なんということでしょう。昨年、2019年の秋に暴走を襲った台風のせいでしょうか。のり面に開いていたという豪行は埋まっていました。ということで、予定を変更して、反対側の藪の中からアプローチすることになりました。ヤクモプロから発見の報告が入りましたので、向かいます。あ、え、これ、入れるの？あ、こっちか。あ、失礼、失礼。お、いざ、入場。うわぁ。どう？水没。奥通じてる？はい。じゃあ大丈夫だね。この間第三師団。この間、これ、この間第三師団か。第10連隊。第1大隊。第10連隊、第1大隊。試練が。道内に危険がないかは、まず、ヤクモさんにいつも確認してもらいます。何しろね、酸欠とかの危険もありますからね。まずは、捨て駒。捨て駒。捨て駒。さあ、二人目の瞳悟空も行きましたので、ということで、安心して僕も行かせてもらいます。よいしょ。本当だ、中腰だ。ああ、ここに行ってんだよ、僕ら。ああ、なるほど。前よりだいぶ削れた感じだな、これ。ここから上の階層に行くようになってます。よいしょ。おっと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 。こっからいい作りっすよ。え？いい作り。あ、本当に？よっしゃ。カメラはどうしようかな。持ってようか、持ってようか。あ、すいません。これ撮れてる？うん、その今ね、回してます。2000円ぐらいだったけど。ネタ欲しいな。ネタはちょっと勘弁してくださいね。よいしょ、よいしょ。あ、ありがとうございます。右は即閉塞。よし。あ、ここ見事ですね。よいしょ。この水も珍獣のうんこだらけっつうところが、そう、手を洗うのは砂利が混じってるから気色悪くて。でもなんかこれ足跡あるね、まだね、少し、うん、我々のですか。あ、うちなのかな、これ。だいぶ悩むでしょうからね。でももうだいぶ経った。この木片って当時ものかな。多分四方向でしょう、やっぱり、うん、なんかここ切っ、ああ、でも湿気含んでると割と崩れないから、よし。パパさん先に行かなくていいですか。え、いいんですか。どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。え、もしかして僕ナイチンゲール今度。よいしょ。パパゲーのネタを披露してもらわないと。ネタですか。だけは一生ごろく。この左も閉塞。
今度はミニカー。あ、本当だ、すごいねこれ。通称アリノス。俺の今までにやった中で一番お気に入りだ。うん、これは面白いですね。ただ疲れるよここ中腰が。あ、そっか、まだこっからなんですね中腰って。よいしょ。真冬なんだけど意外と寒くないというか、すでに汗かいてますね。ろうそく置きなんかもね、結構きれいに残ってるな。あー、ほんとだ、狭い。よいしょ、よいしょ。これ中腰というか、よいしょ。確かにこれはきついわ。本当だ、本当にアリノスだな。これ土砂流れ込んで道床が上がってるってパターンですか。いや、こういう感じじゃないかな。ですかね、うん、よいしょ。短期掘りが終わってこれから掘り下げるところですか。あ、そういうことか。あれ、ここギリギリちょっと開いてる穴が。はあ、うん、よいしょ。あー、疲れた。はい。あ、ゲジさん焦って落ちてきちゃいましたよ。よいしょ。いや、本当にこれニグマのサイズだな。うわ。なんかむちゃくちゃ狭いところがあるんだけど、まだこの先抜けられるんですかね。この右はどっち行こうかな。右に行こう。よいしょ。ここか。ああ、ここ行き止まり。よいしょ。とりあえずここ終点かな。いや、まだそんなことないや。あ、左も右も、何これ、どっち行こうかな。あ、右もおしまいだ。左行きますね。よいしょ。あれ、落とし穴。この竹は明らかに誰か人がってか、酒も入ってるよ。こんなとこで酒も酒盛りかい。よいしょ。で、あの先閉塞してますね。ってか今なんか石転がり落ちてきてんだけど。
よいしょ。これもしかして入ってすぐ？入ってすぐ。やっぱりじゃあそこが閉塞しているところが入り口なんですね。入って10から20ぐらいの間かな、うん、あ僕そこ行ってすれ違いましょうか。あ無理か。ここはなんかね、そこのね、行き止まりのところ、今行ったらね、石がコロコロコロって落ちてくんの。リアルに崩落しようって。そう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 。よいしょ。よいしょ。さて、戻りの動画はまた別撮りのナレーションにしますね。マヤさんが言うところのアリの巣の意味、僕の予想をはるかに超えるものでした。この圧迫感、もし一人だったら発狂しそうです。この手の狭苦しい地下壕、腰は痛くなるし、泥だらけになるわ、穴の小さな仲間たちが降ってくるわ、というとんでもない環境です。ああ、ひでえ目にあった、参ったな、全くもう、と毎回思うのですが、いざ出てきてしまうと、もう一本ないの？と思ってしまったりもします。そう、まずい、もう一杯、みたいな感じですかね。ってわかるかな？でも、ヤクモさんなどは、このような地下壕の中に自分の居場所を感じて、いつまででもいたいと思うようですよ。やっぱり頭おかしいですよね。もちろん、リスペクトの言葉ですから、誤解しないでくださいね。この地下壕、マヤさんの測量によれば、総延長はおよそ140メートルほどとのことです。天井がかなり低いところが多く、内部構造も不完全なため、まだ建設途上だったようです。構造から考えて式形の壕のようにも思えますが、いかがでしょうか。それから、ここは土質が非常に脆いです。うっかり壁を触ると簡単にポロポロと崩れてしまいます。70年以上この形を保っていられたのは断面が小さいからかもしれません。以前は今回入ったところも含め、全部で4箇所開口部があったそうです。でも今回は2箇所が埋まっていて、1箇所も塞がりかかっていました。今回記録に残すことができて本当に良かったです。今回の撮影、先日購入したアクションカメラ、ソニーの HDR-AS300 を使用しています。上下左右に触れてお見苦しいところもありますが、それでも今まで動画撮影に使っていた一眼レフではとてもではないけど、ここまで撮れなかったと思います。やっぱり小さなカメラでは、こういったところで撮影の自由度が高いですね。画角が広いので、地下壕撮影では有利です。あと、もう少し照射範囲の広いライトを使えばよかったです。まだまだ改善点はありますが、少しずつ撮影の質を上げていきたいと思います。動画はまだまだ続きますが、とりあえず先にお別れの挨拶をさせていただきますね。今回もご視聴ありがとうございました。この動画、まあまあだなと思っていただけたら高評価ボタンを。クソだと思ったら低評価ボタンをクリックしてやってください。そしてまたこんな動画を見てやってもいいと思ったら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。再生リストに戦績関連の動画をまとめてありますので、そちらもご利用いただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。さよなら。ああ、腰が痛い。腰。ああ、ここまで出てきた。ああ。よいしょ。さてと、ここまた降りなきゃ。あ、すいません。じゃあカメラ持っててもらっていいですか、はい、下がね、これそのまま持ってるよ。よいしょ。ネタはやりませんからね、やりませんからね、マジで。ちょ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 、あ、ありがとうございます。つまんない。何この動画つまんないってバッドボタン押されちゃって。もう一回落ちるときからリスタート。ダメだし。ということで無事生還しました。もうみんなドロドロです。ああ。じゃあ乾杯。